まずは本日はご結婚式おめでとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でございました。お二人はだいぶ前から見学いらっしゃって、はい、まあ、結婚式、キャメロットヒルズにお申し込みいただいてたんですけれども、ちなみに最初のキャメロットヒルズを選んだ理由はどういったご理由だったんでしょうか。選んだ理由はステンドグラスがすごく綺麗で、うん、ぜひ一度足を運んでみたいと思って来ました。当日を迎えるにあたって、気をつけたことやお気持ちお聞かせ願いますでしょうか。やっぱりこうコロナ禍というところで、やはりこう普通に開催していいのかっていうのがやっぱり疑問だったので、やっぱり席にはきちんとアクリル板を設置したりっていうのは、我々のできる最大限の注意はしっかりとした上で、ゲストの皆さんが安心してこう式に参加できるような環境を作るのをちょっと我々でもやりましたし、キャメロットヒルズのスタッフの皆さんもしっかりと準備を協力してくださったので、そこは迷いなく開催をすることが。婚式今終えてのご感想はいかがでしょうか。どうですか。いや、もう本当にスタッフの皆さんが何から何まで丁寧に、ちょっと私もね、ドキドキでちょっと舞い上がって、なんかついていった時も大丈夫ですかってすぐ声かけてくださったり、もう移動から何まで丁寧に扱ってと言ったらあれなんですけど、接してくれてすごく嬉しかったのと、やっぱりすごく可愛いので待合室でも披露宴会場でもいろいろ選べますし、もうここにしてよかったなって感じています。これから結婚式を迎えるカップルさんに向けてメッセージをぜひちょっとお願いいたします。そうですね、やっぱりこう大人数を呼ぶっていうことで不安はあるかもしれないんですけど、まあやるべきことをやった上でこうやれば、みんなも気持ちよく参加することはできるかなと思いますし、今日も実際やってみてすごいみんな楽しかったっていう言葉をちょっといただけたので、まあ、やっぱり、まあ、本人の気持ち次第だと思うんですけど、まあここであげれれば安心して、まあ、結婚式できるかなと思うので、まあそこは何ですかね、何ですかね、まあ気持ち、まあ、あとは本人の気持ち次第だと思うんですけど、まあしっかりと準備した上でやれば問題ないと思うので、そこは安心しても開催を挑戦してもらえればと思います。はい、ありがとうございます。それでは本日はご結婚式誠におめでとうございました。ありがとうございました。